暑い日はこのアレンジいかがですか？こんにちは、しおりです。こんにちは、渡辺です。はい、最近暑くなってきましたが、私ちょっと今ミディアムぐらいの長さなんですけど、ミディアムぐらいの長さでも簡単にできるこちらでアレンジをやってみました、うんうん、はい、はい、ポイントは3つで、まずはしっかりとスタイリング剤をつけることと、うん、ゴムはすごいきつめに結ぶこと、うん、3つ目がしっかりとほぐすことで、うん、こじゃれた可愛いアレンジができると思いますので、はい、はい、ぜひ動画を参考に皆さん挑戦してみてください。はい、はい、それでは動画スタート。髪の毛全体をしっかり内巻きに巻いて、顔周りだけ外羽に巻いておきます。そして全体にしっかり N ドットのポリッシュオイルをつけていきます。毛先中心に眉毛のサイドとトップの部分にもしっかりつけていきます。このぐらいついていれば OK です。両サイドを耳後ろで分けます。上向きにねじっていきます。両サイドをねじったら中心に持ってきて一つに結びます。ゴムの部分を持ちながら中心からしっかりほぐしていきます。下の髪の毛を半分に分けて、先ほどの上でくくり、くるりんぱします。またゴムを持ちながら中心からほぐしていきます。最後にお好みでゴムを隠すようにバレッタをつけます。顔周りともみあげの部分の毛を少し出します。Thank you.